南西諸島では強い雨や雷雨に注意が必要です。山口さん、特にいつ頃から気をつけなければいけないですか？はい、明日はですね、もう日中帯各地で南西諸島、特に沖縄エリアですけれども雨が、ね、強まる可能性があるんですよね。でその様子、まず、ね、天気図をご覧いただきましょう、はい、こちらはまず今日です。今日の実況天気図を見ると、高気圧が大陸付近にあって、沖縄方面はこの高気圧で、特に本島地方は今よく晴れています。一方、高気圧の縁に当たっている先島諸島は今日雨が降っているんですけれども、はい、これはまだ、ね、弱い雨なんですよね。ただ明日になりますと、もう沖縄付近に前線が形成されます。この前線に向かって、特に先島諸島は南からの湿った空気が強く入るという場になります。雨の範囲見ていきますと、明日の朝ぐらいにはこの前線などに伴う雨雲がかかり始めそうなんですね、はい、日中帯は先島諸島を中心に雨雲が発達をする予想です。1時間に30ミリ前後の雷を伴った激しい雨になる可能性がありますので、明日先島諸島では雨の降り方、十分ご注意ください、はい、沖縄本島地方、奄美地方に関しても午後を中心に雨が降りやすく、ザーザーとしたやや強い降りというところも出てきそうですね。はい、この横殴りとなることもありそうですか、ね、はい、可能性ありますね。前線付近で風も強いですから、明日は雨と風、これ特に先島諸島を中心に要注意となりそうです。濡れた時用にハンドタオルとかあると良いですかね。そうですね、わかりました。最新のお天気はウェザーニュースのアプリからも確認できます。ぜひご活用ください。